皆さんこんにちは、ハイテンション外人のハイガでございます。ハイテンションゲームニュースへようこそ。ということで皆さん、今日のゲームニュースはでございますが、まず最初にゲームニュースに入る前に、私自身のちょっとニュースを皆様にお伝えしたいなと思っております。私前の動画でもちょっと何回か言ったことあるんですけれども、私もともとエクスプリットという、配信ソフトウェアを扱っている、会社で働いていたんですね。日本のコミュニティマネージャーを担当させていただいておりました。配信歴ももうすでに11年になっております。結構フルスなんですよ。生放送のことに関してはもう結構いろいろ知ってるなと自分でも自負しておりますが、なんですけれども、実は先週の金曜日にとうとう私エクスプリットを離れました。別にクビになったとかではなく、お互いちょっと僕自身ちょっと違うことがやりたいっていうことにもなったので、エクスプリットと相談して、で正直言うとこのコロナ禍で仕事があまりなかったっていう状況もあったので、じゃあね、お互いちょっとじゃあ私エクスプリットやめますみたいな形になりました。なんですけれども、その2016年からねエクスプリットで働いておりまして、本当にすごいいろいろ経験させていただきました。いろんなイベントで司会 MC とかもさせていただきましたし、配信技術プロダクションの設備などの、そういったコアな経験せ設営とかも、やらせていただきましたので、結構もう配信者としてコンテンツクリエイターとしてその裏方としてもいろいろと成長していくことができましたので、エクスプリットさん、ほんまに私のことをずっとね、雇っていただき誠にありがとうございました。これからは、フリーランスがてらいろいろなサイドプロジェクトをやっていきたいと思っております。なので仕事が完全になくなったわけではないんですけれども、コンテンツを作る時間がもっと増えたっていった方がいいかもしれません。はい、ということでこれが私のニュースでございました。本当にこれからもねどんどん他のプロジェクトもやりながら、配信もやりながら動画を作っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまず最初に最初のニュースいきたいなと思っております。最初のニュースはちょっとハッピーな方でいこうかなと思ってます。どういうことかというと、皆さん先週プレイステーションさんからなかなかね、前にプレイステーションエクスペリエンスでちょっと発表されたゲームでもっと情報が欲しいなっていうゲームがあったんですけれども、それがストレイっていうゲームでございますね。結構サイバーパンクの世界観が有名になってきているこの、近未来ですね、有名になってきている中で、ちょっと面白そうだ、そのいろいろサイバーパンク系のゲームが出てきている中、これちょっと面白そうだなっていうゲームが発表されてて、それの新しいゲームプレイ動画が流れ、公式的にリリースされました。でどういったゲームなのかというと、この近未来の世界をなんか野良猫、ストレイキャッツっていうと野良猫っていうことなので、多分ストレイっていう名前がついてるんですけども、野良猫としていろんなところを冒険したりするっていう形のゲームになっております。なので本当に最初は野良猫としていろんなところを歩くんですけれども、よくよく歩いていくとちょっとロボットのバックパックみたいなのを装備することになって、そのロボットのバックパックとなんかちょっと AI みたいなのもいて、その AI と猫のなんか友情を育むサイバーパンクのこの近未来の世界観をちょっと歩んでいく、冒険するという形のゲームになっているんですけれども、面白いんですよね。その近未来の屋根とか普通の人間とした歩くところとか結構いろいろ見てきたんですけども、猫としていろんなところを歩いていくということで、屋根登ったりちょっとした路地裏行ったり、そういうこともすることもできますし、ロボットとの手助けで例えば自動販売機で何か作業したりとかするんですけども、そしてこの世界で面白いのが、みんななんかロボチックなテレビ画面みたいな顔しているっていうところでまた面白いですし、一昔前のなんかモニターとかもついてる、やっぱりその80年代が考えた近未来みたいな形のその世界観っていうのがもうすごい面白そうなんですけども、これ見てる中で最初はただ雰囲気ゲーかなって思ってるんですけど、見ていく間でちょっと敵とかなんかネズミが襲ってきたりとかするところもありますし、その後に他にもやっぱパズル要素みたいなところもあるので、どういったゲームなのかっていうところはちょっと気になってるところなんですけども、このゲームプレイを見ることによってちょっと面白いところも出てきたなと思っております。このゲームを本当にねちょっとやってみたいなとは思っておりますんでね、すごいこのゲームがリリースされるの楽しみにしております。はい、では次でございます。こちらの次のやつちょっと面白いっていうか、ちょっとねゲーマーにとっては不法、アメリカにいるゲーマーにとってはちょっと残念なお知らせなんですけども、エイリアンウェアって会社知っておりますが、こちらのエイリアンウェアっていうのは
デルさんが、出しているゲーマー PC ブランドエイリアンウェアでございますね。すごい高スペックなゲーム PC を ゲーミング PC をリリースするということで有名でございますけれども、なんと一番最新のこのめちゃくちゃ強エイリアンウェア PC がアメリカのいくつかの州で販売禁止になりましたね。でそれがカリフォルニア、コロラド、ハワイ、オレゴン、ベルモントとワシントンっていうことなんですけども、これがなんでかというと、それアメリカではどれだけ電気を消費していいか、その製品が電気を消費していいかっていうもので立案された法案があるんですね。でそれが一つのものがどれだけ出すか、まあどういうことかって言ったら、電気使いすぎると、そのエネルギー使いすぎて、一酸化炭素がめちゃくちゃ、二酸化炭素がもうめちゃくちゃ環境汚染につながるということで、めちゃくちゃ電気使いまくる電化製品などは禁止っていうことなんですけれども、この最新のゲーミング PC はめちゃくちゃ強い反面、電力をめちゃくちゃ消費するということで、規定値以上の電力を消費するのでダメっていう噂なんですけれども、これが他にもやっぱりそのクリプト、つまり仮想通貨マイニングとかが盛んな時には、その仮想通貨とかその仮想系のものはめちゃくちゃ電力消費するわけなんですよね。なんでここからそのパソコンを禁止にしたっていう、このあるパソコンですね、全エイリアンウェアを禁止したわけではなく、このすごい強の最新のエイリアンウェアを禁止されてるっていうことなんですけども、これがどんどん相次いでいくのかなっていうことで、ゲーミング PC がどんどん成長するにつれて売れない州がどんどん増えてくるのかもしれないっていうところで、それが世界にどう影響されるのかっていうのがちょっと気になるところではございますが、どうなるんかなっていうところはありますけれども、やっぱり新しいエネルギーっていうか、そのソーラーパネルで消費するしかないのか、なんかまた別の話にもなっていくんですけども、ちょっとこう PC が販売禁止になるっていうのはちょっと面白いなっていうか、どうなっていくんだろうかっていうところちょっと気になっているところでございますよね。はい。で、3つ目なんですけども、これは実は先週取り上げたニュースの続きでもございますけれども、アクティビジョンブリザードの件でございますね。日本のニュースでもオートマトさんがすごいよく取り上げていただいて、それはすごいなと思うんですけど、なかなかその詳細を取り上げてるニュースがなかなか見かけられないのかっていうのと、取り上げられてるけれどもあまり話題になってなくて、なんでだろうっていうところがすごい気になるところでございます。本当にそのまず最初は訴えがあったっていうことなので、本当かどうかっていうのはわからない。で会社側からそのセクハラとかそういうことがあったことは事実無根であって、それかあるあった経験を大げさに表現しているっていう声明を出したわけですね。でそのお偉いさん、女性のお偉いさんが、そのアクティビジョンブリザードのお偉いさんが、私はそういったカルチャー受けたことないから大丈夫、そういうのは事実無根だっていう形で声明出したんですね。なんですけれども、ここでちょっと気になるのが、なんとその公開文書っていうのがあるんですけども、その公開上ですね、あれですね、手紙をその会社やらどっかに出して、ただ僕たちはこう思いますっていう、公開手紙みたいのを、アクティビジョンブリザードにその現スタッフさんと過去のスタッフさんが書いたんですね。でそれには会社っていうのは、会社が声明出す場合はスタッフみんなの心の声とかみんなの声を表すものなはずなのにもかかわらず、今回そのお偉いさんと会社が声明出した時の言ったことが、私たちが私たちの声を全然表してないっていう、公開状を出したんですね。でその公開状になんと現スタッフと過去のスタッフ合計3500も超えているぐらいの数の人たちが署名しました。現アクティビジョンブリザードのスタッフさんは合計今所属しているスタッフさん9500人ぐらいいるんですよ。つまり3分の1以上の人たちが、すいません言うて、あの人たちが今出した声明違いますって出したんですね。もう本当に現スタッフでもめちゃくちゃこういうことが行われて、こういう訴えが出ました。でしかもカリフォルニア、つまり州が2年かけてその調査した結果、この訴えに至って1ヶ月
調査して全部鵜呑みにして訴えたとかではなく、国がめちゃくちゃ入念にけあの調査した結果訴えに至ったのにもかかわらず、あの人たちはあの生命のにはあの人たちはちゃんとした調査せずにすぐに私たちの声あの私たちの意見を聞かずにこういう訴えに出ていかんですみたいな形にも出てたっていうことで、すごいあのスタッフさん的にもこいつら何言ってんだっていうことがあったんですね。でなんと先週の水曜日には、スタッフさんがここぞとあのデモストライキをね起こしまして、であのアクティビジョンブリザードの、他のお偉いさん方がこのストライキをサポートしますって、ストライキ参加した人たちはその罰も与えないしその日の分の給料も払うので、その自分たちのために立ち上がってくださいっていう形で、まあ、そのサポートをしてるんですけれども、それはすごいいいとは思うんですけれども、ここまでもう2年間調査して出したっていうこと結果でございますし、つまりもうずっとこのいろいろな情報が出てきてる中で、ずっともうこの長いアクティビジョンブリザードの歴史の中、もうワールドウォークラフト時代からもうずっとの中、こういったそのセクハラ文化を酔っ払いながら女の子のデスクに行ってなんかいたずらする文化、他にもあの上司とのセクハラとか性的関係があった上司にどんだけひどいことされて、出張に行った時にその出張先で自殺するっていう状況において、しかもその自殺した女性の方はその前のパーティーで男社員のみんなにヌードをその性的関係があった多分上司かその他の人たち分からないですけれども、が撮ったと言われるヌード写真を回しのこうみんなに共有されて、そういった、まあ、ある意味もう完全なるいじめというか、もう完全なるある意味もうヌードをこう共有するのは犯罪ですよね。そういうこともあって、それは精神的に追い詰められてもうやっぱとうとう我慢の限界が出たんでしょうね。その上司もつまりいわゆるそのヌード写真を共有したかもしれないという上司と一緒にまた出張に行って、しかもその上司がなんか性的おもちゃを持ってきて今日はこれやろうみたいな、仕事で行ってるはずなのになんか全然違うことをさせられるっていうことで、まあそのストレスがあって性的自分の命をな絶ってしまったっていう状況はある中でですよ。だからやっぱり本当に重要、このことは今でもどん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 いろんな証拠、物的証拠やら情報がいっぱい出てきてるわけなんですね。でだからこういったことなかったじゃったら写真出すって他の人たちが写真を共有してるわけなんですよ。こういうことはなかったじゃあこれ出しますっつって、なのでここからまたまだ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 これが裁判にもまだ行ってないですし、その裁判で確実な証拠写真証明されてるわけではないので、まだまだこういった訴えがあるってしかニュースでは取り上げられませんけど、私自身もこれがあったんですよっていうよりはこういうことが今訴えられている状況でございますって説明しますけれども、この状況は本当にアクティビジョンブリザード他にもこのゲーム業界含めてその根強い問題だと思っておりますんで、このことについてはそのやっぱりちゃんと何か情報が出てきたら僕自身も取り上げて、まあ、話して皆様にも共有していきたいなと思っております。はい、ということで、今回はねこれぐらいでございますね。ニュース自体はなんか3つぐらいっていうことなんですけども、やっぱりアメリカとかではそのアクティビジョンブリザード関係のニュースが本当に本当にもうずっとやっぱり重要なことでございますからね、話題になっております。日本ではねそこまでなんですよね。そこがちょっと気になるところではございます。だってやっぱゲーム業界全体的な問題でもございますからね。なので、まあ、ゲーム業界含めいろんな業界でございますからね、だから全部 ゲーム会社がこういうことになってるというわけではないですけれども、そういう会社もあるっていうことをね皆様頭に入れてほしいなと思っております。でそこからどうやって改善していければいいのかなっていうところはね、まあ結局は僕らは当事者ではないんですけれども、まあそこら辺はやっぱこういうことが起こってあるということは頭に入れた方がいいかなと思いました。はい、ということで今日はねここら辺で動画を終了させていただきたいと思っております。わざわざねずっと見てくれてありがとうございました。これからねもっと動画アップロードしていきたいなと思っておりますけども、実は明日からファイナルファンタジーピクセルマラソンっていうものをやろうかなと思っております。どういうことかっていうと、ファイナルファンタジー 1,2,3 のピクセルリマスターが出ましたね。そのファイナルファンタジーピクセルリマスターを私が配信でクリアしていくっていう話なんですけども、僕はファイナルファンタジーの 1,2,3 を全部クリアするまで配信を切ることができません。
まり、10時間配信したとするじゃないですか。そして僕が寝る時になった時は配信は切らずに寝る姿を配信で見せる。で、起きてちょっと歯磨き行ってシャワー行って帰ってきてちょっと仕事してる風景を見せて、でゲームまた再開するみたいなのを全部配信でクリアするまで続けるっていうことをね計画しておりますんで、皆さんぜひ、楽しみに待っててください。動画撮影とかもその間に配信中にやりたいとは思っておりますんで、皆さんぜひツイッチの方でねやる予定なんでございますので、皆さんお楽しみください。明日からでございますんでね、今日から今からちょっといろいろな準備させていただきます。では皆さん、今日はわざわざここまで見に来てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。では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 、アリュー。